世田谷インフォメーション。今回は、一つ目、インフルエンザにご注意ください。二つ目、障害大学第四回公開文化講演会開催。三つ目、世田谷美術館企画展、奈良原一行のスペイン約束の旅。四つ目、 障害者スポーツ体験会。障害のある人もない人も共に楽しめるスポレク交流事業体験会です。インフルエンザにご注意ください。インフルエンザは毎年冬から春先にかけて流行します。感染力が強く、 通常の風と異なり、急激な高熱や全身の倦怠感などを伴うことが多いのが特徴です。感染予防対策として、手洗い、喉を乾燥から守ること、十分な休養と栄養、予防接種をおすすめします。 また、咳やくしゃみが出るときは、周囲にうつさないためにマスクをしましょう。お問い合わせは、世田谷保健所感染症対策課。電話54、54322437番。ファクシミリ。 五四三二三零二二番までどうぞ。障害大学第四回公開文化講演会を開催します。 開催日は1月18日土曜日。時間は午後1時30分から3時。会場は世田谷ガヤガヤ館です。世田谷区障害大学は学びを通じて交流と連帯を生み出すシニア世代の 自主的な社会活動のの拠点の一つです講演会のテーマは「親の再婚と子どもたちステップファミリーをどう理解し支援するか」講師は明治学院大学社会学部社会学科教授野澤慎二さんです。 当日は、障害大学の学生に限らず、一般の方もご参加いただけます。定員は先着90名です。当日正午から整理券を配布します。ご興味のある方は、当日直接会場へお越しください。 会場では手話通訳があります。詳しくは区のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民活動生涯現役推進課。電話5432-2403番。 ファクシミリ、五四三二三零零五番までどうぞ世田谷美術館では現在企画展 奈良原一行のスペイン、約束の旅を開催しています。開催期間は1月26日日曜日まで。時間は午前10時から午後6時。最終入場は午後5時30分。会場は世田谷美術館。 1>, 1, 階展示室です1月1日から3日までと毎週月曜日は休館ですただし1月13日祝日は開館し1月14日火曜日は休館します戦後日本の 新しい写真表現を切り開いた写真家、奈良原一行。1960年代のシリーズ、スペイン、偉大なる午後に着目し、奈良原の約束の旅の軌跡をたどります。詳しくは、世田谷美術館のホームページをご覧ください。お問い合わせは、 世田谷美術館。電話3415-6011番。ファクシミリ3415-6413番までどうぞ。 障害者スポーツを体験できるイベントを2つご紹介します。1つ目は障害者スポーツ体験会です。開催日は2月15日土曜日。時間は午後1時30分から。会場は希望が丘地域体育館です。 二つ目は、障害のある人もない人も共に楽しめるスポレク交流事業体験会です。開催日は2月23日日曜日。時間は午後1時30分から。会場は日本体育大学世田谷キャンパスです。 区では、共生社会の実現に向けて、より多くの区民の方に、障害者スポーツに触れる機会の提供や、スポーツレクリエーションを通じた、障害のある人とない人の交流を促進しています。どちらの体験会も、東京2020パラリンピック正式競技のボッチャや、手軽に楽しめるレクリエーションなど、 障害のある人もない人も共に楽しむことができます。どちらも事前に申し込みが必要です。参加方法など詳しくは区のホームページをご覧ください。お問い合わせはスポーツ推進課。電話。 54322742番ファクシミリ54323080番までどうぞ54323080番までどうぞ